ここは神戸市にあるシューファンタジー神戸北野店。なぜ選手がここに来ているのかというと、開幕戦の PR としてポスターを貼らせてもらうため。これも選手の大事なお仕事ですよね。これから長いシーズンを戦う選手のために、なんとお店から靴がプレゼント。選手はお気に入りの一足を探す女子の目に。どう、シンデレラ、カウチ監督、カウチ監督、シンデレラ王子様来たから。違う違う違うじゃない。ベイパンパン、ベイパンパン、オーマイガー、シンデレラにはなれなかった。ベイパンパンやる。森谷選手はどの色にしようかお悩み中。でもまあこういう原色はみやびは似合いそうだけどね。原色のレッドとか似合いそう。みやびのなんか私服考えた。でもみんなはいい使うのがいいですよ。じゃあそっち、確かに。それからもうこのまあ、どうしたらいい。迷いに迷った結果、グレーにします。はい、みやびさん決定しました。お気に入りの一足を手にした選手たち、これで優勝間違いなしですよね。2月中旬、アイナックは恒例となった沖縄合宿を実施。お世話になる南城市の市役所を訪問し、市長をはじめ皆さんからの歓迎を受けました。練習では1年を戦い抜く体力と精神力を鍛え、選手同士の共通意識を深めていきます。そして最終日には韓国のスウォン都市校舎との練習試合が行われました。22分、中盤でパスをカットされたアイナックはピンチを迎えますが、ここは高瀬選手がナイスディフェンス。昨シーズンからサイドバックに転向した高瀬選手、素晴らしいバックアップを見せ先制を許しません。ピンチを防いだアイナックが反撃。27分、マスヤ選手がドリブル、岩渕選手がフォローして再びマスヤ選手、見事なゴールが決まり先制。前半終了間際の42分、イーミナ選手が岩渕選手とワンツー、マスヤ選手のスルーパスに中田選手、クロスに高瀬選手。アイナックらしい細かいパスワーク、新加入のイミナ選手もスムーズに連携に加わり、素晴らしいゴールが生まれます。試合終盤の88分、平塚選手から道上選手が落とし、京川選手外に振って、杉田芽衣選手のクロスに島袋選手。平塚選手、杉田芽衣選手、島袋選手、2年目の選手が著しい成長を感じさせるプレーを見せ追加点を奪います。3得点で快勝のアイナック、今シーズンのタイトル奪還を期待させる試合を見せてくれました。3月12日、今シーズンのなでしこリーグ開幕に先駆けて記者会見が開かれました。まあ、長年チームを支えてきた選手が、チームを離れまして、さらに若返ったチームとなっています。で、すごく今練習も、明るく元気よく、雰囲気がすごくいいチームになっています。
特徴的なのはやっぱりこう両サイドバックの高瀬と、鮫島が、攻撃的ですので、そこを前面に押し出せるような攻撃的なサッカーをしていきたいと思います。ありがとうございます。自分たちがやってきたことをピッチでしっかり表現して、最後優勝という形でチーム一丸となって頑張りたいと思います。ありがとうございます。タイトル獲得を目指すアイナックの長い戦いが間もなく始まります。3月21日なでしこリーグ開幕、アイナック神戸対日体大ヒールズ横浜、一時キックノエビアスタジアムにお越しください。待ってます。皆さんこんにちは。こんにちは。これ今6時なんですけど、私たちが企画したので、予告寝起きでドッキリでございます。ドッキリでございます。もうダメ、ね、もうまた。大丈夫、もういい大丈夫。またダメ。予告寝起きドッキリっていうのは、ドッキリするってことも本人には伝えてあります。なので私たちがその時間になったらその部屋に行ってドッキリ風に仕掛けたいと思います。それでは皆さん、時間になったんで行きたいと思います。せーの。皆さん、ここです。ここ316スタンボー道上麻の3人部屋でございます。それでは今から寝起きドッキリを始めたいと思います。いきますよ。レッツゴー。はい、ここです。よ、321開きまして、あ、みんな寝てる、あ、寝てる、え、本気で寝てるじゃん。みんな疲れてるのかな。なんでユニフォーム着てんの？え？え？ってか今。うん。え？ねえ、やばい。あと3分で試合始まる。え？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 どうか、聖書。ここ。
ました。あれ3月21日開幕でノエスタで待ってます。なんだよ結局最後宣伝かよ。ごめんなんかごめんなんかでも超面白かったよ最初の入り。これ誰考えたの。さすがウッシー、めっちゃ面白かったから。まさかスタさんがそのハグとは思わなかった。だって寝起きドッキリだからさ。じゃあみんな、はい、最後にバイバイやって。バイバーイ。バイバーイ。